何故とかいかほどとかもうノーサンキューです。メカシスイちゃん、私はたった今決めました。もうあの生物を放置してはいけないと。近頃の風紀の乱れは目に余ります。このお話はシリアスな電気物です。皆さんそれを失念しているご様子。このままでは元のイメージが崩れるのも時間の問題。ドクターモンテオク、誰かが叩かねばならないのです。東の帝の秩序とかアキア様に支配された暗黒時代とか。そういうわけで殲滅しましょう。全ての元凶はあの不細工なお化け。いつまでも受けに回ってはいられません。今度はこちらから攻め込むのです。フリーダムなグレートキャッツビレッジに帰省を。メカシスイちゃん、副将。ただグレートキャッツビレッジにしよう。ところでドクター、先ほどからドクターの足元に黒い猫が。え？やっちゃってファイト。
ターメリックに罪はありませんからね。はあ、
関わりたくないので今まで放置していましたが、これ以上の暴挙は見過ごせません。仮初めとはいえ、私の責務は町の秩序維持です。この辺りで退場してもらいましょう。なんですと？なんということでしょう。そこまで驚く話ですか。あなたがいるだけでカオスフレームがギュンギュン何でもあり系に偏るんです。シリアス系のヒロインとして止めないわけにはいかないでしょ。ピーピードクター、あの方はやはり。ええ、その通りよ。メカシちゃん、シエルさんともあろうものが猫たちに洗脳されるなんて。全くの素ですけど、何を根拠にそんな妄想を。黙らっしゃい。あのシエルさんがカレーの話をスルーするとかありえません。その派手なミニスカが何よりの証拠です。はあ、シエルさんまで猫にたぶらかされて、そんな年甲斐のない格好を。よよよ。イエス、ジョイ、厳密な審査の結果、99% シエル様ではありません。ですよね。猫を煮込んだカレー、かっこ鳩サブレ入りでも食べちゃいました。シュウ、世のため人のため、このバカっぽう行、倫理規制に引っかからない程度に痛めつけることをお許しください。ラウンド1ファイト。やってくれました。次の武装はあれがいいです。